中島集落、ぬくみ集落のふるさとの後に下に村は、福井県の南東部にあった、大野郡の村。1970年7月1日、大野市に編入され、消滅した。面積は198平方キロメートル。11の集落があり、1960年の国勢調査では人口1605人だった。現在の大野市の南部一帯にあたる。 1959年の佐藤川ダムの建設に伴って3集落が水没することとなり、離村。また1963年の38号設の被害により3集落が離村。残った集落も1965年9月15日の40.9風水害によって壊滅的な被害を受けた。その後一旦は復興へ話が進むも、1966年に、 クズ川支流の真名川に真名川ダムが建設されることになり、被水没集落も含めた全住民の集団離村が決定。村民は大野市を中心に県内外の各地に今日移した。大野市は市内への移住や就業を希望した村民を受け入れるため、1966年に大野市か末に集合住宅、市営、西谷団地を建設した。 1969年には新しい行政区名を西谷村民から公募し、西里と命名。市営、西里団地となった。1969年11月、西里団地金傍の同志志の座に西谷神社を創建、村内各地の神社を合祀した。村は1970年6月30日限りで廃村となり、 翌日全域が大野市に編入された。西谷神社は、宇治古現象により2015年、篠倉神社に合資され廃車となった。ダムの建設で廃村となった岐阜県の徳山村とは、山一つ隔てているのみで、地理的には隣接という位置関係になるが、直接両者をつなぐ、幹線道路はない。京福大野駅から、村内、中島停留所まで京福バスの路線があったが、 廃村に際して廃止となった。現在は西谷村の中心集落だった中島に、マナ姫湖青少年旅行村が整備され、夏を中心に、レジャーやキャンプを目的に観光客が訪れている。また、国道157号の脇には、離村集落ごとに、ふるさとの日が混流されているほか、石垣や水車など、生活の意向も見ることができる。また、夏には、 かつての住民やその子などが農業などをしている。冬は深い雪に閉ざされ、道路も通行止めになるため、訪れるものは皆無である。ありがとうございます。